バッカーノは、成田良吾による日本のライトノベル。イラストは、江波克美が担当している。電撃文庫より2003年2月から刊行されている。ドラマ CD、コミック、テレビアニメ、ゲームも制作されている。2015年10月時点で、シリーズ累計発行部数は204万部を突破している。著者のデビュー作であり、 第9回電撃ゲーム小説大賞金賞受賞作。タイトルのバッカーノとは、イタリア語でバカ騒ぎを意味する言葉。多数の登場人物が織りなすスリリングながらも、賑やかな群像劇であり、シリーズを通して固定された、主人公は存在しない。錬金術師たちが作り出した不死の酒をめぐって起こった、不死者と人間の物語となっている。 最初の作品は1930年、2作目は1931年と、一つの話につき一つの都市で物語が綴られている。ただし上下巻や同時進行の物語もあり、必ずしも一冊で一話となっているわけではない。最初に発表された作品は、禁酒法時代のアメリカを舞台とした話であるが、続編には2000年代を舞台にした現代編。 1700年代を舞台にした過去編もある。成田は1930年代の総決算となる1935年のエピソードと全体のエピローグになる2003年でシリーズを終えると述べている。観光順序は書籍情報を参考のこと。太字はメディアミックス作品。詳細はバッカーの。お、参照詳細はバッカーの。 参照詳細はバッカーの。お、参照三百年前、洋上の船アドエナアウィス号で、錬金術師たちが、不老不死を求めて、悪魔の召喚を試みた。召喚は成功し、悪魔は、不老不死になる酒を錬金術師たちに与え、その酒の製造法を、召喚主のマイザー・アバーロに教えた。しかし、翌日の夜、一人の錬金術師が仲間を食い始め、 彼ら不老不死となった、錬金術師たちは、その魔種から逃れるために、世界中に散らばった。そして1930年、禁酒法時代のアメリカで不死の酒をめぐる馬鹿騒ぎが、始まる。以下を参照のこと。なお、複数の年代で登場する人物については、その年代でのことについて記述してある。原作の1931ドンコ編、特急編をもとに、 ラジオ電撃対象内にて2005年10月から11月までラジオドラマとして放送され、後にドラマ CD として発売された。銀融詩人の作画で月間電撃コミック画を、2007年2月号マイナス2008年4月号に連載された単行本全2巻。1 9 3 1 t グランドパンクレールロードのエピソードをコミカライズしているが、 オリジナルキャラクターの登場など漫画版独自の設定も見受けられる。ヤングガンガン2015年21号から2017年2号まで、藤本慎太の作画で再び漫画化された。単行本前参観、ベコのバッカーの、マイナスのタイトルで2007年7月26日から11月1日まで、バウアウノンスクランブル枠で放送された。その後、 2008年2月から4月までアニマックスにて、2009年12月から2010年3月まで ATX にて放送された。全13話でザ・ローリング・ブートレックス、1931ザ・グランド、パン・クレール・ロード、1932ドラッグザ・ドミノスのエピソードを中心としているが、第7話の1 7 1 1年のエピソードとなっている。 一話ごとにこれら3年のエピソードをシャッフルするという独特の構成になっている。差しの都合化32年のエピソードは大幅に短縮、改変されている。オープニング映像は原作に大きな影響を与えた映画スナッチ冒頭のパロディである。DVD には限定エピソードとして番外編3話が新たに収録されている。 制作本作の設定を構築するにあたり、美術担当の伊藤清がニューヨークでのロケーションハンティングで撮影した写真や1930年代当時の写真集、映画などをもとに大森と伊藤の話し合いが行われた。本作の監督を務めた大森隆弘は映像化の方針としてあまり見た目の派手さを追うようなことはせずに、 小説を読んだ時の読者の想像力と同じ部分を刺激できるような工夫をしていますと公式サイト内のインタビューの中で述べている。また、大森は本作の音楽を務める吉森氏にジャズをベースとしつつも回顧趣味に走ることなくもっとバッカーのらしい自由気ままで多様性にあふれた曲作りを目指して欲しいと依頼した。脚本を務めた高木昇は 最初に読んだ際は、これがアニメになるのかと疑ったが、願いだ派になりみきが抹殺になるという成田の方法論を楽しむことが魅力であると公式サイトのインタビューの中で振り返ると、同時にキャラクターを感情で立ち上げるものだと考えていたため、成田との考えの違いに苦労したと振り返っている。また、高木は12話まで書いて、キャラクター3人削ってまた頭から直し、 なんて作業に付き合わせられる方はいません。という理由で、全は一人で執筆したと公式サイトのインタビューの中で述べており、自分本来のやり方に合っていたため、とても楽しい作業だったと振り返っている。キャスティング群像劇である本作の収録には、多数の声優が参加しており、その中には、ベテランの声優も多く含まれる一方、 2005年に制作されたラジオドラマ版とは一部を除きキャストが異なっている。音響監督を務めた岩波美和はランダムな時系列ゆえにシーンを分けて表現するのが難しいため、店舗を大事にする方針を立てたと公式サイトのインタビューの中で述べている。スタッフ主題価格はリスト放送局 DVD ジャケットは岸田隆弘へ書き下ろしである。 初回限定封入特典には、成田良吾、江波克美書き下ろしの概伝小説と、設定資料や、キャストスタッフからのメッセージなどが掲載された、オールカラーブックレットが付いている。ブルーレイディスクタイトルは、フィーロプロシェンツォ、ピエトロ・ゴンザレスの53回目の死を目撃す。アニメ制作スタッフ、声優陣らにより、オリジナルストーリーのドラマ CD が制作された。 2008年2月28日にメディアワークスより、任天堂 d s 用ソフト、DS 電撃文庫 ADV バッカーの、が発売された。DS 電撃文庫第5弾として発表された、本作は、1931ドンコー編、特急編、ザ・グランド・パンク・レール・ロードの2作を原作としている。本作は、場面ごとに視点となる主人公が選択できる、ザッピングシステムを採用しており、 各章の初めに、プレイヤーが選択した登場人物がその場面における主人公となるので、一つの事件を異なる複数の視点から経験することができる。これにより、複数の登場人物の行動が複雑に絡み合って、事件が発展していくという原作の特徴を生かすことに成功している。プレイヤーの選択により、主人公の行動及び物語の展開が変化し、 選択肢によっては、事件が原作とは異なる展開を迎え、新たな方向で終結を迎えることもある。50以上存在する、イフエンディングのうち、正気味良い男編、死亡遊戯編は、原作者、成田良吾の書き下ろしであり、原作では明かされなかった設定、登場しなかったキャラクターが現れるシナリオとなる。なお、予約特典として、96ページのゲームブックである。 バッカーの1931時刻表ザグランドパンクレールロードが付属する2009年3月19日にアスキーメディアワークスより発売された Nintendo DS 用ソフト電撃学園 RPG クロスオブヴィーナスに遊戯場の主人としてフィーロが登場した声はラジオドラマアニメの純アニメアニメの中瀬光太郎は 2017年の記事の中で、ガイリッチーのスナッチを元にした OP から始まる各エピソードはシャッフルされ、繰り返し楽しめるような構成が取られている。と述べている。ありがとうございます。